シュコダは、シュコダワークスを頂点とした、オーストリア・ハンガリー帝国及び、チェコスロバキア最大の財閥。本拠地は、チェコのプルゼニ。20世紀のヨーロッパにおける、最大級の工業コングロマリットでもあり、第二次世界大戦期までは、各種兵器や、機関車、飛行機、船、自動車、工作機械、蒸気タービン、発電所設備などを製造していた。 特に1935年に正式化されたした LT-35、1938年の LT-38 は、ナチスドイツのヒトラーによるチェコスロバキア併合後に、それぞれ35戦車、38戦車と呼ばれ、対戦序盤は主要戦車として活躍した。第二次大戦後にチェコスロバキアが共産主義国家化すると、 民間企業の国有化政策の一環から、シュコダは一部製造部門がそれぞれ国営企業として分社化された後、国営企業ザバディベラデミラリスラニーナ社となった。ビロード革命後に会社は民営化されたが、冷戦終結の余波から兵器部門の業績が頭打ちになるなどし、企業体制の再編成がなされた。現在は持ち株会社のシュコダホールディングを中心とした。 企業体となっている。ありがとうございます。